陽さん、はい、ここはすごい東京国際大学、アメリカみたいなのか、はい、ヘッドコーチズオフィス、ゴルフ部の練習施設の 2階、はい、ここにヘッドコーチズオフィスと岩原さんがいうのがありますよ。いるっぽいです。いるっぽいですね。ここに行く、はい、行ってくださいよ。はい、はい、いますよ。どうぞ。失礼します。どうぞ。お邪魔します。ありがとうございます、はい、これレギュラー使ってたアイアンのヘッド来ましたよ。これもう大好物のやつですよ。私僕一番最初に買ってもらったアイアンがこの初代 NB30 に。分かってんね、遊ぶの味も分かってるね。いやこれ憧れてたやつよ。僕が中学高校の時にマクレガーこれめちゃくちゃ雑誌に穴くぐらい見てたやつ。これ現物初めて見ましたよ私。すげえ。くわー、ベン・ホーガン、ベン・ホーガン、ウィルソン・スタッフ。いやもうこういうベン・ホーガンのエイペックスと、これはプロダクト、そう、プロデューサー、プロデューサー、そのボバイアンが僕がプロになって、はい、あの2勝目の準クラシック、18番左の斜面に行って200ヤードラフの中からグリーン乗っけて、うん、はい、バーディー取って逆転した時のクラブがそれ。キャー、準クラで。いやもうベンホーよく飛んだよね。だけどね、昔ね、やっぱりそのクラブで200ヤード昔のクラブだから ね、プラス昔のボールですよね。うん、レディエク、AD レクスターの前ですよね。ああ、まあ AD、まあ、そうだね、スカイウェイのちょっと後くらいか。いやー、岩原さんありがとうございます。こんな名機が、やっぱベン・ホーガンも教わる前はまず俺と同じクラブを使持ってから言えって言われて、ますもんね。うん、いや、ベンホーガン好きな人多いよね。岩原さん、これをちょっと一つずつ教えていただいても良いでしょうか。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、これは貴重ですよ。何を教えたらいいんだろうか。いや、もうやっぱりちょっと一つ一つちょっとじっくりと、このやっぱりこの名機、うん、やっぱジャンボさんもそうじゃん。結構結局ジェイズの、あのジェイズサンドが出来上がったのも方眼系だもんね、はい、アイアンね、うん、でああいうのも結局昔のあれダイナパワーですかね。あ、そうだね、あれはウィソンかな、はあ、ダイナパワー、これと同じような感じで作れっていう、うんうん、やっぱ昔の名機って本当良くて、うんうん、僕いつも被ってる被ってないやりますけど、うん、あのね、昔のクラブって逆にね、はい、あのばらつきがあったのよ、はい、すごく、はい、正方的にもね、はい、なのでまあその時々いいものが紛れてるっていう言い方は正しいかどうか分からないけど、うん、まあ、それを昔はみんな加工して使った、うん、はい、だからそのまま使えるってなかなかなくて、はい、で、まあ、当時その僕もね昭和30年代の後半にゴルフを始めて、でたまってまあ、これが多分僕がその一番最初に大人用のクラブを使ったクラブ、このパワービートのね、これサイテーション、これ直樹さんとかみんな使ってたやつですね。そうそう、あれのね、はい、パワービートって蹄鉄のマークなのよ、はい、それこれ前だから、蹄鉄、こういうね馬のだとかの牛のこう蹄鉄ってあるじゃない、はい、こう、はい、 はい、あれのマークがパワービートってついてる。直樹さんなんか使ってるのそれ、へ、昔スコッチブレードって言って、はい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 、それの全然前のやつね、このロゴが違うね、そうそう、 HB とこの旗のマーク、これね、うん、実はねこのクラブはね、うちの父がまあゴルフをやってて、はい、で当時僕の父が話してたのは、陳星波さんが日本に一番最初のパワービュートをね、どうも持ち込んだうちの1セットを手に入れることができて、まあ、そのドライバーから全部、
当時ドライバー、ブラッシー、スプーン、それからバッフィーだったかな。でその後3番アイアンからピッチングウェッジまでのラインナップのものを買って使ってて、それでまあジュニア時代ずっとゴルフをしてて、まあ中学2年生ぐらいかな、まあ大人になりかけて子供のクラブではちょっと物足りないっていう時にお願いだからって言ってなんとかもらったのがこのアイアンで、これはもうずっとその学生時代の途中まで使ってたかな。中学じゃあ3年生ぐらいからうん、そうだね、使われてた。あと大学1年まで使ってたかな。買い込まれてますからね。もう中学生が打ってた打根とは思えないけど。そのジュニア選手権でね、霞の東で67って高精度を作ったのもこのアイアンかな。そして時系列的にはまあその後、まあ途中ねいろいろいろんなクラブを使いながら、はい、多分このこれがほとんどメインだったのかな。その大学の3年生2年か3年生ぐらいの時にたまたまこれを、はい、最初はねこの APEX とそのこのプロデューサーとディレクターって3種類あったね、はいはいはい、それでまあ大体みんなこっち行くんだけど、はい、なぜかこう見てて、はい、これってあのまああのどっちかっていうと伝統の単造のアイアンにメッキかかってるやつ、うん、これは、うんうんうん、実は当時としては珍しいステンレスなのよ、うん、だからメッキかかってないのよ、これって、そうなんですか、うん、だからなぜかその打った時に打感がとっても気に入って、あステンレスの方が、うん、なんかわかんないんだけどこれが気に入ってこれを使い始めた。へ、まあ、結果的にはこれはもう大学の 2,3 年とあとプロになってどのぐらい使ったかな、はい、多分これで準クラシックもね、はい、18番で、はい、あの今まだプレートがどうも埋まってるって話なんだけど、右池の、うん、はい、この手前の池でそれで左のティーショットをこの高木さんと争ってて、はい、1打負けてて、でそこでティーショットを力んで左の斜面に入って、はい、で200ヤードから池越えを5倍や持ってみんな刻むと思ったらしくてでそれがピンまで届かせて 4,5 メーターの入れて、まあ、河野さんがねやっぱりその、当時準の最終ホールってなかなかみんな2回で届かないようになっちゃった。で、はい、河野さん右のフェアウェイから、多分、ね、あれスプーンかなんかで、ね、やっと池を越えたかどうかっていうところまでしか持っていけなくて、で結果的に河野さんがボギーになって僕はバーディーで逆転、はい、形になったんだけど、はい、まあ、その時のセカンドショットを使ったんや。でこの後に、はい、まあ、いろんなアイアンを使います、はい、まあ、それこそ、はい、いろんなその溝に特別作ったりなんかしてもらったりしたんだけど、うん、まあ、結果的にこのマクレガーが、まあ、本当にそのこれはね何セット作ってくれたか分かんないんだけど、やっと気に入るものができたやつがやっぱり最終的にはなかなか買えるものがなかった。じゃあマクレガーの中でも何個も作ってもらったうちの1個ですね、うん、本当に何セットも作ってもらったな。どんな注文をしたんですか、その時。まあ、結局だからその自分の中でこのライン、はい、要はね僕が一番こだわるのはここのリーディングエッジとそのこの上のラインっていうのができるだけその互い違いに見えないようにっていうのがすごく僕の中にあるので、ね、よくじゃあトップラインだけ反らして見せたりとか、うん、するのとかをなくすことなんですか。当然ね、あの例えばあなたが言ってるように左を向かないようにっていうのはすごくあって、例えばこれってねよく見るとちょっとだけここ逃げてる。あ、はいはいはい、でそういうのって昔のクラブってみんないろいろあのね、はい、削るわけだから工夫ができて、はい、まあそういう質問はもちろんするんだけども、基本的にはだからあともう一つはこのネックのこのラインが必ず一旦外へ出てるっていう風なものが、はい、絶対的に僕の中には必要で、反ってるっていうこと、ね、うん、こっち側にこういうふうに出る、ね、だからそのこれはあくまでもその僕のイメージなんだけど、はいはい、こういうふうな先導運動ができるだけ少ないイメージなのね、はい、で例えばねこのウィルソンも特別にこういうふうにちょっとこっち側に反らして、これウィルソンのスタッフなんで、うんうん、こっち側になってる、ね、なるほど、当時のやつってみんなね、はいはい、ここがねこういうふうに
こっちへ削ってた、はいはい、いわゆるなんかすっぽんっていうのもありましたけど、うん、逆でいけば、あの青木さんなんかね使ってるスコッチブレードってどっちかっていうとここはなかったのよ、うん、あ青木さんみんなこう削っ、ね、削っちゃうね、だから青木さんはここでちょっとハンドダウンですから、ね、そうハンドダウン原因してここが当たるのが嫌だっていうふうなものなんだと思うんだけど、まあ僕はこれがないとちょっと感覚的にダメなタイプだから、全部これはね古い多分ウィルソン、これサプかなダイナパーか、これはあの貫通してるやつなんだけど、これも絶対的にこうやってですね、これがね必ずこういうものを探してきてはいろいろ調整をする。なるほど、やっぱその頃から重心距離が遠すぎないやつっていうような、そうそうそう、要するにこうヘッドがね勝手に回るのがすごく嫌いだった、いやその自分で全部コントロールしたい、だからアイアン自体もこのバンスができるだけないものとか、ね、なんかこれなんかもう完全にスクープだよね、はいはい、そのパイブリッドも、はい、だから普通から考えたらねやっぱり絶対的にバンスがあった方が優しいんだと思うんだけどさ、もう全部こう選ぶのがみんなスクープだね、でこの集大成の NB32 がいいとこ取りのこのアイアンもスクープですよね、ちょっとこれが21年間のパオン率2回しかトップ10外れてないっていう日本一のショットメーカーとずっと言われてた岩原さんのアイアンですよね。まあね、その自分がこうなんていうかな、あの使いたいように、はい、あの作ってくれたブリヂストンも大したもんだと思うけどね、なかなかね、うん、今はもうそんな時代じゃなくなってるしできなくなってるんだけど、うん、やっぱりこと細かにいろんなことをね要求に応えてくれたのがすごいなって、だから現実このモデルを出すまでは僕ブリヂストンとクラブの使用契約結んでなかった、アドバイザリー契約、そう思い出した、そうそう、アドバイザリー契約っていうのはしてて、いろんなクラブに対してのノウハウっていうのの情報はかなり入れてたんだけど、やっぱり自分が使えるものをできるまではしませんっていう意思があって、多分もうあの頃の岩原さんの感じ、もう運千万の後半からミリオンだからね、ミリオン断ってるってさあ、かっこいい、もうあの頃バブルの頃だから、うん、はい、ほとんどトップの選手でそこまでポリシー持ってる人いなかったですよ、お金欲しいもん、うん、いや俺だって欲しいよきっといやいやかっこよすぎや、そうかっこいいわけじゃないよ、やっぱりねゴルフがやっぱり僕がその始めたきっかけが、まあ誤解されるといけないんだけど遊びなのよ、でその遊ぶ道具をなんかいろいろ規制されるのはとても嫌なの、だからまあそれは未だに変わってないから、お金じゃないのよ、もういや大切だよお金もいやいや、だからもうゴルフに対する向き合い方のもう哲学が良すぎるですよ、だからね、あの今うちの学生たちにも言ってるんだけど、やっぱりゴルフってよくゴルフ道に考えちゃう人多いのね、でスポーツじゃない、でスポーツって明るく楽しくなんだよね、やっぱりそれは崩しちゃいけないんじゃないかなって思ってて、やっぱりそのある意味遊ぶための道具なわけじゃない、それはやっぱりそのなんかその楽しく遊べる方法を考えた方がいいんじゃないかな、でだから僕は今のクラブは決して否定はしないし、それでいろんな遊ぶ方法を考えて、でメーカーが作ってくれて、だからビギナーの人もゴルフ簡単に導入できるようになってきてるよね、でそれはもうとっても正しいことだと思う、でもお金欲しいですよお金入れば楽しいから、でもそれよりやっぱ真髄を言ってるその生き方のかっこよさ、でやっぱりここまでちゃんと僕もずっとこの頃は僕は岩原さんと一緒に回ってる頃だから、この頃はもうしょっちゅう僕は岩原さんのバックからこれを若手の分際で引き抜いてしょっちゅう見てた、ロッカーではなんか溝曲げてるとかスコアライン曲げてるとかなんかスクープソールだなとかなんかもういろんなの見てたんですけど、岩原さんちょっとこの説明しようか、はい、ちょっと、うん、このこちらがフルセットですよね、これがまだその、NB32 の進化版の EX かな、はい、でこれがまあこれを元に、はい、まあ、かなり評判が良くてくれて、うん、で、まあ、もうちょっとグレードの違うものを出したいっていう、
エースの話で、まあ、結局これは2000セットしか作んなかったんだけど、それでこれまあいろいろ研究をした中でね、はい、実はねこれって、はい、一応当時の流行なので、はい、ハーフキャビティみたいになってるわけよ、はいはい、で、まあ、僕の中でどうしてもキャビティに対しての違和感っていうか、はい、まあ、ただねそのメーカーとしてはどうしても売りたいんでっていう風な工夫で、もう完全なキャビティではなくて、ここにちょっと上と、まあ、キャビティ風にしてるものをね、それでね、なんでこうしたかって、これ、ね、多分ねパワーブリッジ、ここの時かな、パワーブリッジって名前に変えたんだけども、うん、はい、でその僕がね、うちに当時そのシミュレーションゴルフと契約をしてて、うん、でうちをちょっと直す時にそれを入れる部屋を作ったのよ、うん、はい、で、まあ、当時そこの機械を使って、ブリストンの人間に来てもらってね、うん、それで基本的にはゴルフのクラブをやったことない、うん、精密旋盤ができる人を連れてきてって言った。だからゴルフのクラブを作ってる職人さんは申し訳ないけどちょっとそれは勘弁してくれと。で僕が一からクラブのいろんな僕なりのノウハウを話をするので、それで、それでクラブを作ってほしいって言って、まあ、最初ちょっとびっくりされたんだけど、はいはい、それでそれに伴って僕が言うように、こうあると9番とね、当時9番と何番だっけな、9番と5番かな、なんかその2種類だけで、ね、作ってきて、なるほど、でどうしても BS としては完全なキャビティが売りたい、うん、なるほど、まあ、そりゃそうだね、それを売れるんだ、売れますからね。で僕はちょっとそれはすごく違和感がある、多分理由があるからって言って、じゃあとにかく2種類、うん、こうやって見たら全く同じものに見えて、うんうん、で当然そのシミュレーションゴルフみたいになってるので家の中で、ね、ちょっとスポットで当たるだけなので、うん、とにかくランダムに僕に渡してくれと。それで球を打って測定値が出るようにセットしておいて、バーンって打った、そうすると特定の2本のクラブだけが比較するとボールの出てくスピードがね、その1なんときスピードがどういう表示だったか覚えたんだけど、なぜ1両方とも速いクラブ、うん、まあ、だからその5番と9番だったと思うんだけど、うんうんうん、でこれどっちって言ったら、ユハさん参りました、うん、本当にユハさん言う通りキャビティと、うん、このブレード後ろにしっかりしたの、うんうん、このものがついてるものでは、うんうん、1っていう数値があからさまに出ました、うん、でどうしてですかって、その初速が速いってこと、そうそう、機械でやっても出ないですっていう、うん、で当然そのブリューソンだからそれをサイトに持っててテストしてたらしくて、でそれはもうほとんど変わらないって、うん、機械であると、うんうんうん、だけど人が打つと、人が打つっていうか僕が打つと気持ちいいから速くなるって言ってた、うん、当たった瞬間の感覚が打感がとてもいいのでやっぱりボールに力を与えられる気がする、うん、でもこっちはなんか当たりが鈍くて、うん、なんかそういうことを自分がしなくなっちゃう、うん、っていうふうなことで実は分かりましたって言って、そのこういうブリッジをつける、まあ、パワーブリッジって名前に変えたんです。でも分かる、でもキャビティを最初に打った時になんかインパクトがふぬけっていうか、うんうん、飛ばないなみたいな、うんうん、球軽いし、うん、っていうのは確かに最初の、ね、頃ってもうずっとそのコンベンショナルのタイプのね、はい、マッスルでゴルフしてた人間が急にあれをやっちゃうと、うん、やっぱりある程度のできる人たちに多分ねものすごく違和感があったから、それが多分減速の動きになってたのかもしれないけども、だからね、ここがやっぱり肉がある、あるもんね、うん、これこっちよりも、いや本当だね、昔のこのクラブの形状ってみんなその厚みが必ずその自分が球を当てるところの裏側には必ず厚みがあるから、うん、そのまあ多分安心感が欲しかったかもしれないね、うん、いやでもねそうやってスピードが実際違うんですから、うんうん、はあ、でもちろんあとはそのクラブのこういういろんなこだわりの中で、はい、まあ、そのもちろん前作を、まあ、これが最初のやつじゃない、はい、でこれはもう大変苦労したのよ、なんでかっていうと、はい、みんな、はい、そのヨハとはが使ってるのと市販は違うってみんなが思ってるから、それを同じにするようにしてくれって市販もって、だから同じ精度で作れるようにって言ったらすごく苦労した、うん、でその中でやっぱりそのこのリーディングのものとこのトップの
線っていうものにすごく僕はこだわりを持ってるので、なんかこのカーブのところにも相当苦労したのね、うん、どうこだわるんですか。これがさ、はい、普通にこうやってただ平行に取ってしまうとものすごく段差が出ちゃうわけ、うん、それでここをかなりここに最初から肉を持っといて、うん、内側をこうやって削り入れて、うんうん、ここの、そのトップのブレードの部分を普通のものよりもねちょっと長くしてるんだこれ。あ、例えば手前に来るよね。そう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 、はいはいはい、だからこれなんかもうないじゃない。あ、近い。あ、なるほど、ないよね。で、はいはい、これはもうちょっとグッとこっちまで入ってるわけよ。だから自分の中でこういうクラブを使ってる中でそれだけがどうしても自分で嫌だったの。それでこれが比較的そういう風なものに近いんだよ。うん、あ、本当だ。ちょっとここのスタートが、だから井原さんネックを反らしたりとか、とにかく自分にフェースが近いのがいいっていうことですね。そうそうそう、近いところの印象がねすごく必要で、その方が自分の中で操作性がいいっていうふうに見えるのね。だからやっぱりアイアンはやっぱり縦振りしたいじゃないですか、うんうんうん、だから横振りだとやっぱ精度がね、そこはすごい、うん、まあ、多分本能的にそれやってたんだろうね。それで今度はその構えた時に、はい、せっかくこのラインとこのイーディングのラインがある程度そういう見え方になって、はい、それで通常ゴルフのクラブってこのスカライン入れるのは全部このリーティングエッジに対して全部平行に取ってくる。そうですよね、はい、でそうすると人間の目で見るとどうしても前倒れのクラブに見えちゃう、はい、で前倒れのクラブに見えてしまうと基本的には意図としないけれども、うん、ちょっとアップライトにしないと構えてて気持ち悪い、はい、でそうすると現実はクラブの機能としてはちょっと違うことが起こる、うん、だからだったらこのラインをこう5度ぐらいだったかな、すごい細かいやつで下からだん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 ちょっとずつずらしてるんだけど、そうやってクラブがラインが前倒れに見えないように自分が人間の目ってこっちから見てるからどうしてもその向こうへ本当に平行に取ってしまうと倒れて見えちゃうから、それが自分で全部が平行に見えるような角度を模索してやってもらったの、うん、でもねこうやってやっぱソール合わせるでしょ、このやっぱりここのラインがちょっとこっちに傾いてる、ね、そう、うん、分かりますか、そういう工夫したことですよね、うん、いや 0.5 とかなんかねすっごい小さい数字なんだよそれ。でこの溝の角度も少し変わってるんですか、うん、だからそれに伴って少しずつだからみんなこういうふうにその、はい、要は平行に入ってるな、本来はフラットなんだけどちょっとアップライトに見えるっていうふうな視覚的な効果を狙ってる、はい、なるほど。で、まあ、で僕はもともとフラットのクラブが好きなので、だけど、ね、そうしてしまうとやっぱり球が捕まりにくく見えてしまうのでそうならないように、うん、性能はフラットだけども、うんうん、そう見えない、見えないように本当にフラットだと自分が捕まりに行っちゃうから、ね、そうそうそう、それをしないようにっていうために工夫したかな。だから昔の僕が好きだったこの一番もう遠藤製作所の成功の S ヤドだとか230チタンだとかチタンマッスルとかもうそうそうたるあ のが出てた頃のめちゃくちゃ売れてた頃の遠藤のドライバーとかウッド系ってみんなスコアラインがこう入っててリーディングがこう出てたんですよね。だからあれなんかもう多分湯原さんが言ったのもエキスも間違いなく入ってますよね。でその方がやっぱリーディングがこうなってたあの溝がこうなってた方がやっぱりこうトーダウンして確かにおっしゃるようにもう見えないから、わかります、わかります。そうだから最近のってソールに対して平行に入っちゃってるから、そうそうそう、すっげえ左向いて、うんうん、トーダウンして、うん、こう見えちゃってすんごい気持ち悪いんですよ。あるある、うん、だからそこまでケンケンガクガクとやっぱり技術者とこう話した時代だったんですよね。そうできた時代だよね、うん、で 今はねメーカーがね作ったものを使ってくださいっていう時代になっちゃって、まあ、さちょっとかわいそうだからね、うん、だからテクノロジーが素晴らしいとか、うん、そんなんよりこれ尊い作品ないよね。でもそういうのは今ないからすごい、なんかそこ本当残念と思うんですよ、うん、まあ、だけどね、あの逆に僕はそのうちの学生とかによく言ったりその若い子たちに言ってるんだけど、うん、結局ね、うん、僕はたまたまこういうことをやってもらえる立場にいたし時代もそうだった、うん、そうですね、いやだけどこれはみんなやってもらえない、うん、そうするとじゃあこれじゃなきゃうまくいかないっていうふうに思っちゃダメだよって、
だから極端に言うと今の時代っていうのは僕はいつもあの注意してるんだけど、例えばドライバーのヘッドね、あれってもう割れて当たり前、うん、でだってその限界まで飛ぶようにっていう風にして規定内でギリギリやってて反発うんぬんってやってて、で当然その昔のパーシモンと違ってね、壊れるっていうことは絶対にあるわけで、うん、でよくその僕なんかそのいろんな選手たちを見てきてて、そのクラブじゃなくなった途端に全くダメでしたってのいっぱい見てるのよ、うん、そうですね、はい、そうですね、ね、それでなんで僕はねその2セットかなつきに行ったものがあった時には揃えるか、うん、で例えばそのドライバー1本にしても必ず同時に3つも4つも必ず同じようなものを自分で準備しておいて、うん、時々それをいろいろ打ち分けて、うん、でいつでもダメになったらすぐこっち行けるよねっていう状態にしてるのね、うんうんうん、でやっぱりその見てるとやっぱりそういうものはなかなかそのできませんよって、そのただアマチュアの人はねそこまでお金かけられませんっていう風な話なんだけれども、うんうん、やっぱりその自分の気に入ったものって何かっていうと、その特に今のクラブって機能がいろいろ満載なので、うん、違うものが多いからやっぱり自分に合うものって多分少ない、でそうするとそんな気に入ったものがあったらそれはできるだけ買い揃えておいた方がいいし、もう壊れること前提で準備をしようよねって、これはもう本当にそういうものだからっていうふうにしなさいっていうふうによく指導するんだけど、うん、あの準備はそういうところが必要かなと思ってて、うん、だからこれにしたっていろんな準備をして、で当然僕これ何セットも持ってるわけで、うん、でそこに例えばじゃあこれをちょっとソール側をね工夫したりいろんなことをやったりとかっていうシリーズももちろんあるんだけど、それは昔だからできたんで、うん、今はできない、うん、そうですね、あのこれはクラブ爆発的に売れてたから、うん、ゴルフメーカーね、あー本当 OK だったんで、そうバブルの頃は6000億のシェアで今3000億切っちゃってるのかな、うんうん、だからその、ね、メーカー数は変わらず、だから我々プロに使ってくれる費用が莫大な費用かけられたから、うんうんうん、ここまでのものはできたけど、今そんなクラブ売れない時代で開発費があれだし、プロも抱えられないから、プロとのコミュニケーションはなくなる、開発費はなくなるで、俺今テクノロジーがどのこのって言ってるけど、まあそれはそれでそっちの方向ではすごく進んでるから、それを全くは否定しないけども、そのもっと大事なプレイヤーとして感覚としてここが大事だというのがどんどんなくなっちゃってんだよね。だからもう一回、だからこんなの本当に復刻版にしてやってくんないかな。面白いけどね。でね、実は去年ちょっとあるイベントでね、はい、ラムさんに頼まれて、はい、ヒッコリーの試合をやったのね、はいはい、それで本当に昔ってこんな風にしてやってたんだな、まあ、その今風のヒッコリーだから比較的優しいんだけど、はい、あのゴルフがすごく楽しい、めちゃくちゃ楽しい、だからこういうのって時々あってもいいよねっていう。どう楽しいんですか。あのね、球は飛ばない、はい、それちょっとしたことで曲がる、うん、ね、はい、でゴルフの本質としてね、はい、で例えばその7本ぐらいでやるわけよ、はいはい、14本揃ってるわけじゃない、はい、じゃあこれをどうやってあのグリーンの上に止めようとかね、どうやって転がそうとか、どうやって球上げようとかっていう工夫がその時その時にその考えられてやれることがすごく楽しい。だからおそらく最初のゴルフってまあ当然ヒッコリーで始めたわけだから、うん、ああこういう楽しさがあったからゴルフコースあんなに長くしなくてよかったんだよねっていう、で整備もそこそこでよかったんだよねって、でいろんなその凸凹があって、はい、でもクラブも凸凹なクラブなわけじゃない、正直言うとね、今のものに比べて。だからそういうものが本来のゴルフの遊び、だから僕がそのゴルフを本当にあの始めた頃っていうのはそういうふうにしてそのゴルフをやってたので、だ決まり事っていうふうなものはね、その今の そのルールやマナーだって考えるとどうかなと思うけど、まあうちの近くにパー3のショートコースがあって、でそこで僕は小学校の1、2年の時かな、で、まあ、その地主さんの息子たち中学生高校生がいてね、毎日学校終わって自転車にクラブ何本かくっつけて行って、そこで毎日そのトーナメントするわけよ、はい、夕方ねお客さんいなくなって、うん、でそうするとじゃあこのホールのここの木の裏側から、はい、この木のこっち側を回って、はい、でここを通ってこのバンカーの中に一回入って、はい、でここはパターでしか打っちゃいけないとか、いろんなルールを作って、はいはい、ゴルフで遊んでたのね、はい、
だからそこが僕はそのすごく自分の中のイマジネーションを育ててくれたなと思うし、それでやっぱゴルフが飽きないっていうのはそういうところでゴルフをしてたから、そのあくまでもいろんなことを自分で考えて遊べるっていうふうなことが未だに残ってるのは多分そのおかげかなと思ってた。その道具だもん、ゴルフクラブって。ですよね。だから昔僕もパーシモンとかをもうちょっと雨降ったら膨れちゃったりするから自分でヤスリでやってクリアかけて糸外してとかなんか自分でやってたやつ、それが面白かったし、この間ね久しぶりにあの糸巻きボール使ってアプローチやったら本当によし2番でドゥッドゥッて止めるからなとかグヨッてやったらドゥッドゥッて止めれるんですよ。楽しいと思ってね、今のボールねずっとねワンバウンドで止めるからなんてできないじゃないですか。たらっていっちゃうもんね。たらっていっちゃう。これじゃないゴルフの楽しさってって、ちょっとさ、なんか遡った道具、やっぱヒッコリはもっとそれを遡るんでしょうから。面白かったな。はい、本当にそのヒッコリで一回揃えてやってみたいななんてね、ちゃんとねセッティングしてねやったら楽しいだろうなっていう。実は昨日僕も神宮前にヒッコリ屋って昨日ちょっと行ってきたんですよ。ヒッコリの昔の、あの見てちょっといろいろあの革のボールとか、あの見てきてちょっといろいろ感じるもんあって、でちょうどシニアの方が神戸ゴルフクラブでイベントあったじゃないですか、太平洋とか、ああいう写真見たりして楽しそうだなと。あれね面白い、買い揃えちゃうから70万ぐらい、結構するんだよ、ね、結構するんだよねあれかかるって言うんだけど、いやあれでゴルフやったら楽しいよやっぱり。そういうこう、楽しんで感覚磨いて、その不便なところ、そうゴルフの不便なところとかをちゃんと自分で不便じゃないように、やっぱりやったわけじゃないですか、で最近の若い選手たちはもう出来上が一見出来上がってる風のところで来てるけども、まあもう僕最近のクラブでもかぶったのしかないし、こんな面が絶品なクラブとかないですよ。だこれを実際こうやって使ってこう、だから性能としてこう絶対こうじゃなきゃいけないところが、やっぱりレジェンドが実際使ってたこう打痕のあるやつ、これだから打痕のやつはちょっとかぶってたりするだこの打痕のあるやつはやっぱり魂入れるだけのこう何かしらの、僕のかぶってるかぶってないだけじゃないかもわかんない、いろんなところに実は秘密が隠されてると思うから、今ねキャドでできるから、こういうのとかマッシーサンドとかの本物のあの削り出しのやつとか、名機シリーズだったら超楽しいですよね。溝とか今ねこれだと浅すぎるからもうちょっと深く入れたり、そういうところだけやって、こんなの別に今でも全然使えると思うけどな、ちょっとちっちゃいけど。僕はねその溝にもすごくこだわりがあってね、実は、ね、はい、あ、はあ、あの溝をね浅くしてんのよこれ。え、逆にあのもちろんその普通のアイアンとかね、普通に売ってるやつはもちろんそうなんだけど、特にね、はい、ウェッジ系サンドウェッジとか BS はね、僕、まあ、ここにはなくてあのバックに入ってるけどは溝をね浅くしてるの。浅く、うん、なおかつねメッキかけてんだ。え、あ、それは気がつかなかった。僕そうか、そこにないもんな、クラブは穴開くぐらい見てますけど、これねほら、まあ、まあまあ確かにゴン太じゃないですよね。それで、わざとメッキをかけてるのよ。わざと。で、なんでかっていうと、まあ一つ、はい、もちろんそのシニアになったっていうこともあるんだけど、シニアに入ってね、はい、すっごく困ったことの一つが、はい、球が戻りすぎるってこと。僕はね多分ね人一倍球が回転がかけられるみたいで、はい、異常に戻ってグリーンの真ん中に落ちたやつが全部グリーン手前出てきてた。あ、そのシーン見たことあるな、岩名さん。それね、はい、本当に困って、はい、で申し訳ないけど、はい、溝を浅く薄くしてって言ってえって言われて、でしかもメッキかけてって言って、でそうするとメッキかけると溝がだれないから、うん、まあ鋭利ではないからね、うん、最初から最後まで比較的安定して自分で計算できるスピンになるわけよ。なるほど。だから、まあ、極力
その球が戻らないようにっていう工夫はすごく自分の中ではしてる。だから松山英樹もメッキしてんのかな、うん、赤いもやってんだ、はあ、彼のもメッキしてるんで、うん、なんでメッキするんだろうと思ったんですけど、うん、あのね、あの結局僕の中でね、ゴルフ昔からその BS とプロになって契約をしてる時にね、いつもお願いをしてたのが、はい、落下してその場で止まる球作ってっていうさ、うん、でそれがねゴルフ一番優しいのよ、はい、だからいかにその場で球を止めるか、だから前にも行かない後ろにも行かないっていう、うん、ウェッジですかアイアンで、アイアンでも何でもそうなんだけど、例えば極端なのでティーショットもそうなんだよ、うん、でそれでやったら一番優しいわけゴルフって、うん、だってそこに止められるんだもん、うん、着弾するところの計算だけでいいよ。それは戻りもしないしランもしないしということですか。ことが一番そこでポンって止まってくれたらゴルフって一番優しい。でよくねもう中部さんと大変好意にして、はいはい、いろいろあのゴルフ談義を本当に夕方から翌朝までって語ることがよく多かったんだけど、興味深く。だからあの当時の中部邸にそれこそあの出てたじゃん高橋君、はいはい、高橋君がねこんな打ち方してるの、はいはいはい、だって朝俺と名古屋さんがまだ飲んでる時に、はいはい、行ってきますって小学校行ってたんだから飲んでる時だいぶ朝まで飲んでますね。そうそうそう、はい、でその時にもいろんな話をするんだけど、はい、おい名古屋お前さゴルフどうやったら一番優しいか分かるかって言って、はい、しょっちゅうさの見えるところに球置いとけって、見えるところに球置いとけ、うん、だって例えば知らないコース行く、ね、例えばもう知ってるコースもそうだけど、はい、見えないところに球が行っちゃったら、はい、どういうふうに転がるか分かんないじゃん、はい、だから必ず見えるところに球を置いとけよ、はい、っていうのは中部さんの口癖だった。で確かにその見えるところに球があって、そこに打っとけば絶対安全じゃん、だからブラインドのところであの辺からじゃなくて、うん、アクターで、はい、でそれが一つのゴルフの考え方で、ということはそこに止まるように打つことが一番優しいから、じゃあ極論として打ってそこに止まっているボールであったり、はい、そのクラブであったらすごく優しいわけ。だってあの輪っからそれてから難しいんだよゴルフって、ね、だからそれは何かっていうと僕はよくその言ってるんだけど、ゴルフは方向性よりも縦距離なんだよ。うん、その縦の距離さえ合わせてたらこの幅ってどん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 狭まってくるわけ、ミスの度合いってね。だからどうしてもその日本のゴルファーって方向重視でね、その練習場の施設がそうだからもしょうがないんだけど、やっぱり100ヤードの100ヤード150ヤードの150ヤードっていう距離をいかに打ち分けるかっていうゲームなのに、それがちょっとないがしろ。だから僕の中ではそのピンハイっていう言葉がね、そのいつも頭にあって、ピンと同じレベルっていう意味だから、そのピンハイってみんな間違えてるの、奥に行くことがピンハイだと思ってる人が多いんだけど、言葉として間違えてる。あ、間違えない、間違えない。あれハイ、ピンハイって意味はハイトって意味で高さって意味なんだよ、はは、なるほど、ね、でそうするとその同じレベルって意味なのね。あ、だからそのレベルのところ、例えばグリーン、日本の場合は昔はこうやっておまんじゅうが多かったけど、はいはい、今はこうやってポテチップスになったりして段がいっぱいあったりするから、そこの自分が目的とするところのエリアにどうやって距離を合わせるかっていうゲームだって僕は思ってるわけ、もともと。だからその方向性よりも距離をいかに合わせる、だから上手な人っていうのはピンの横にいつも球がある、この左右のブラがあって、だからこれみんなスクープソウルな、みんな湯原さんだけスクープソウルなの。この頃バンスがあったらね、ロフトがこう変わっちゃうから、うん、自分で調節ができる、自分で調節、でも達人しか使えない、ちょっとでもダフったらダフちゃうんで、万人に良くするにはやっぱりちょっとバンスつけていかないと、ダフった時に滑っていかない、でもそれはアバウトなもんになっちゃうから、縦距離はやっぱりこういうもうほとんどもバンスがないものだから、それがもうこの数々の名機もそうなってますけど、これはまあね、だけどね、プロである以上ね、やっぱりその賞金を稼ぐっていうことが大事なわけだから、はい、やっぱり多少のミスはねカバーしてくれるっていうものを使うべきだと思うんだけど、やっぱりどうしてもその僕の中にはそのゴルフの遊び部分っていうか、はい、自分のその楽しさっていうものを優先したいというのがどうしても抜けない、いまだに抜けないもんね、うん、しょうがないよね。そうだからもうさっきもね、もうスタッツ見ましたけども、本当トップ10外したのは21年間で2回、ほとんどトップ5一桁、
ですよ、パーオン率、うん、だからね、その中ね、結構僕もね、病気も怪我もしてるのでね、だからまあそういうの含めて、だからまあ考えてみれば本当に上手だったんだなって過去形だけどね。だからもう日本一のショットメーカーですよ、うん、アイアンの右に出るものはいないというところは、クラブからも本当垣間見えるし、今の、うん、ね、発言中からの考え方もやっぱり縦距離、うんうん、それが一番ゴルフの楽しみ、その距離を合わせる、正しい距離を打つっていうことを考えるとゴルフ上手になるのかなっていう、まあ、中部さんはそういう考えだもんね、やっぱね、だからグリーンの奥に行くって何事って、うん、ロブショットしなきゃいけないって何っていう、まあ、ある意味言い方悪いけど頭おかしいんじゃないか、ロブショットするところに打っとくのはっていう、見えないところじゃなくてっていうことですね、まあ、そういうことをね、やっぱりすごく教育されて、まあ、僕は実は親にも周りにもプロ入りを大反対されて、うん、ね、ね、まあ、どうしても最終的には自分でゴルフしたくてプロの道に入って、まあ、家を飛び出てみたいな、うん、でその時も中部さんとか鍋島さんに相当説得されたもん、何考えてんだってよせって言われて、で最終的に本当にその大学4年生の冬場、はい、毎晩鍋さんが呼び出しがあって、はい、でずっと夜中中説得されて、でも最終的に僕が田辺さんを説得して、でじゃあお前一つだけ約束しようと、うん、何ですかって、ね、でその一生アマチュアらしくしろって言われた、はい、でその時あんまりよく分かってなかったの、どういうこと言ってるのかなって、でやっぱりこの年齢になり、今中辺さんも亡くなってね、だんだん年齢いって今こういう仕事をしてみると、だもう改めて言ってることがよく分かって、ゴルフを正しく伝えろっていう、やっぱりそういうふうなことがやっぱりそのゴルフの中で必要だし、ね、中村さんにとってのやっぱりある意味の聖域だったのかなって、ゴルフってね、本当にゴルフのためにいつも姿勢は崩さずにね、はい、本当にいつもこうなのよ、はいはいはい、息子の高志君に聞くと寝てる間もずっとこうだ、はい、本当は動いた方がいいんだよ、はいはい、寝返り打って、はい、だけど本当に僕もその国際試合ね、2人でよくその南米まで行ったりとかねってよくしてたので、そういう意味で生活のパターンを見てると、本当にいつも同じように見たいから同じようなところに物を置くしさ、ご飯食べるときも、うん、で中部さんはタバコ吸ってるから灰皿にね、本当に同じ長さで同じ角度で全部こうやって曲がってさ、灰皿の中にこうやって入る、あ、灰が、あの灰っていうか、その残りの、あ、残りのあれが吸い殻、吸い殻がさ、本当にもうある意味異常だよねっていうぐらいきっちりしてるの、そういうのは。だからもうコーヒーカップにコーヒー運ばれてきた時もちょっとでも下が汚れたら全部拭くし、トイレに入ると出てくると本当に綺麗だし、バンカーを鳴らすのを見てると本当に綺麗だしっていう、やっぱりのそういうふうなことが中村さんにとっての生活のパターンになってたんだろうけど、やっぱりやっぱ一つのことを成し得る人たちっていうのはそういうこだわりはすごいなっていうのは、だからよくその酔っ払って二人で論争になるのは、僕はねボールに対してクラブのフェースっていうのはねちょっとだけ開くのが好きなの、はい、ね、ちょっとだけ話してるのよ、中村さんはいつもそれお前それ気持ち悪いからきっちり合わせろって、開くなって必ず言うわけ、はいはい、で何を考えてるか、僕は途中経過だからちょっと1センチ離れてるじゃん、そうすると当たるまではちょっと開いてなきゃいけない、そのこういう運動だからさ、だから僕は開いて、中村さんもきっちり合わせろと、だからこの時に当たった格好にしろっていうのがいつも論争だったね、もうそこだけはお互い絶対譲んなかった。変な話だよね、でもね今考えるとね、そんなんでずっと夜中中話してるかったんそんな話ばっかりよ二人で言うと、だからまあそのなんか魂の入れ方がなんか違いますよね。まあね、でもね、その中村さんももちろんやっぱり職業ではないから遊びじゃない、うん、だからその究極の遊びを突き詰めてやってったっていうのはすごく感じるよね、うんうん、
契約しなかった理由も分かってきました。お金じゃないんですよ、遊びを追求するってことですね、うん、それが楽しみだよね、はい、やれるんであれば立場的にね、うん、いやアンパンぶら下がってるけど食いつかなかった、うん、かっこいいです。かっこいいわけじゃない、ただ自分がやりたいことを やらせてもらえたし、まあ、それでも一応生活できてるからさ、まあ、そういう意味では恵まれてるなと思うよ、すごく。でもやっぱりそこまでね本当に一生懸命作んなきゃ、ここまで本当に本気でやんなきゃいいもんはできないと思いました。いやもう感動です、はい、ということで、はい、はい、クラブ談義、うん、これは対策ですね。ありがとうございます。最高の遊び道具に制限ができるとつまらないものになってしまうからっていう、うん、そうかな、はい、すごいですよ。貴重なお話をありがとうございます。いやプロとしてはどうかなと思うけど。いや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 、これがプロです。はい、はい、ありがとうございました、はい。